ハルカとは宇宙科学研究所が開発し打ち上げた電波天文衛星である。1997年2月12日にミューハイブロケット初号機によって打ち上げられた。ハルカという愛称は実験関係者による投票の結果、遥かな宇宙の謎に挑むことから命名された。また、英名愛称であるハルカは、ハイリー・アドバンスト・ラボラトリー・フォー・コミュニケーションズ・アンド、 アストロノミーの略とされている。実質的には、電波天文衛星であるが、MUSES シリーズであることからわかるように、正式な区分は、光学試験衛星である。衛星の本体は、寸法が1.5メートル X1.5 メートル X1.0 メートルの箱型で、その上部に展開式の大型アンテナを搭載している。質量は 830kg で、 地球を周回する超大円軌道で運用された。光学系はカセグレン式を採用し、主鏡の最大径は10メートル、主鏡から3.4メートルの高さに副鏡が取り付けられている。主鏡の反射面は金メッキされた森部電のワイヤーメッシュでできている。主鏡は6本の光合成進展マストとテンショントラストというケーブルにより構成され、目標表面精度は 0.5mm RMS であった。また、地上とは、大量のデータをやり取りする必要があり1 2 8ガ b p s の大容量電送を実現した。観測は1 6ヘルツ5ヘルツ2 2ヘルツの3つの周波数帯で、可能である。また、VLBI を実施する機器を有し、地球上の電波望遠鏡と連携して、 世界初のスペース VLBI 観測を実施した。遥はるかは1997年2月12日に、鹿児島宇宙空間観測所からミューファイブロケットにより打ち上げられた。打ち上げ後、観測に使用する周波数帯の一つで感度が大幅に低下していることが判明し、残りの二つの周波数を中心に観測が行われることとなった。2月28日には、 主教の展開が完了して、本格的な観測が始まった。2005年11月30日、残った燃料を投棄した上で、地上より低波指令を発信し、運用を終了した。当初寿命は3年と見積もられていたが、予定を超える8年9ヶ月の運用を達成した。2006年、VSOP に計画に基づく光景となる、電波天文衛星への着手が発表されたが、 この衛星はアンテナの開発に技術上の困難が生じたため中止となった。ありがとうございます。